マリ戦の勝利、かなりでかい模様。1位抜けほぼ確定して気楽にターンオーバーできるの派でかいな。次思いっきりターンオーバーできるのもでかいな。国母神も休め。おそらくこうなる。A 組1位フランス、2位アメリカ、B 組1位アルゼンチン、2位モロッコ、C 組1位スペイン、2位エジプト、D 組1位日本、2位マリ。ベスト8右の山、フランスモロッコ、スペインマリ、左の山、アルゼンチンアメリカ、日本エジプト。ベスト16でエジプトとだろうから今のところロンドン五輪コース、エジプトって結構強いだろ。体力抜群でエジプトとやって90分で決めて、アルゼンチンが延長戦行っててベスト4が理想。エジプト、アルゼンチンならワンチャン決勝あるな。アフリカ予選でエジプト派、マリに勝ってるけどな、わら。でもベスト8であっさり負けたりしてなー。